どうも、ヤンです。今日は水曜日なんで、えー、お酒を飲みます。これですね、うんえー。いつものようにティーチャーズの、えー、ハイボールを飲みたいと思います。うまいですね。えー、っと、今日は。 あのウコンを飲んでないですね先週飲んでね結構ウコンが効いたんがそこまでしんどくない結構飲みすぎてもそんなにしんどくないっていうのがあったんですけどもでこれがですね、えー、僕の大好きな、えー、日本酒、えー、甘口の日本酒ですね和宏ですね滋賀県の、えー、蔵の和弘これがなかなか美味しいんですねこれは本当に美味しい よしよいしょではこれですねいただきますほんまにうまいですねこれこれは本当の美味しい、うん、この日本酒はぜひねこれです和弘これはねあの甘口が好きな方はいいと思います、うん これはなかなかおすすめですね。もうラスト1本やったんです。その僕が買いに行ったその酒屋さん、小川酒店でラスト1本やったんで、思わず買ってしまいましたということです。これはやっぱうまい。うん、はぁ、あ、えー、ちょっと、うん、今週はね、ぼちぼち。 おし仕事としてはぼちぼちかなというところですけども何かねこう気持ちでこううーん何とも言えない週、うん、そこまで悪くはないんですけどもそこまで良くもないやっぱりもうちょっとこうま,まだまだこう改善の余地はあるんかなと一旦ある程度この今週は今週でこうある程度自分の中で満足して。 するようにはしないといけないんですけどもうーんまだちょっとこうそれなりにこう自分の中でこうやることはやりましたけどもんまだ余地があるというかそのまだもうちょっとこうできたんじゃないかなとかいろいろちょっと考えていますけどもうーんまあ コツコツいくしかないのは分かってるんですけどもうんどうでしょうねそして今日のえー、酒のあてつまみはこれキムチとえ噌、ー、ニにんにくとらっきょうですねこれをちょっとあてにしてほんでえー、このあとはこの 映画ですダンチという映画ですね。ダンチという映画。まあ、あんまりメジャーになってる映画ではないかもしれないんですけども、ちょっとこう、見てみようかなと思って、こう先週借りて、今日見てですね、あしたまた、タヤに行って、新しい映画を借りますけども、とりあえず、ダンチというこの映画をちょっと借りました。で、えー、藤,井藤山直美さんが主演ですね。 の映画で、えー、途中ちょっとだけ最初の方を見たんですけどもなかなかこう入ってこうストーリーに入っていく感じですねぐーっとせこの映画の中に入っていくような感じではあるんですけども監督がね坂本淳二さんなんでちょっと借りてみようかなと思いましたこういう映画出てること自体は知らなかったんですけどもえー、っと先週にですね えー「日本で一番悪いやつら」っていうね映画を借りたんですね、えー、白石さん白石監督の映画を借りてほんで、えー、その映画を見る最初にね予告,予告編でいろいろ映画の紹介があってそこに「こう団地」という映画が出てきてで、えー、その予告自体でこう見たいなと思ったいうよりはこう坂本淳二 監督の映画やったんで、あ、久々に坂本淳二監督の映画見たいなと思って。で、こう、借りようと思って借りましたね。うん。で、坂本淳二監督言うと。やっぱりどついたる年ですね。えー、どついたる年。僕らの世代は結構,結構知ってる人多いと思うんですけども。あの赤い秀和さんがね。こう主演をした、こう。映画ですね。うん、なかなか。ボクシングが好きな監督なんかな。えー、辰吉丈一郎さんのね。 えなんかボクサー女やったからな,なんかそんなんもこうやってるあのの監督もしてたと思うんですけども今からこれを見てですねえお酒にこう酔っ払いながらですねこの世界に入ってこう楽しもうというふうにこう考えております。でそうですねやっぱり映画面白いし本も面白いしドラマも面白いしと。 え本の小説も面白いですしねこう正直ねこうやりたいことがもうぎょうさんあってこうしたいことぎょうさんあってですね時間がほんまに欲しいうん1日24時間を30時間ぐらいにして6時間の余白が欲しいですね6時間の余白うんぐらいそれがあればこう映画も一本見れるし。 本も読め、小説も読めるしねドラマも見れるしっていうねあとまあ自分のやりたいこ,うこともいろいろできますよねそのえ体作りの訓練とかねその辺もこうじっくりできますしで仕事もしっかりできるしうんいいんですけどねまあそんな言ってもしゃーないですねそんなえ30時間になるわけないんでその使い方がねこうもっと工夫せなあかんしえ絞っていかなあかんのですけどもえ興味があることがぎょうさんぎょうさん出てくるんでね えそれをこう一つずつやっていくんですけどもえもうもう,こう例えばもう明日休み休日あってですねもう明日行くとこ決まってるんですけどもそのその前にまあ例えば散髪に行ったりとかねえ売り上げを入れたりとかこうクッキー引き取りに行ったりとかですねこういろいろね えー、ツ,タだあのツタヤ借りに行ったりとかシャトレーゼにアイスクリーム買いに行ったりとかこうしてですねほんで、えー、1週間の一週間に1回の休みにねこうメインでこうあし、えー、牧場に行くんですけどもそういう牧場へ行くというのをして戻ってきて晩ご飯を作るのが僕の、えー、一応大事にしてるね、えー、食事1週間の中で僕の中で一番大事にしてる食事が、えー、木曜日の晩ご飯木曜日の晩ご飯は僕が作るんでね、えー、そこをこう えーのためのこう買い物であったりとかいろいろするんですけどもでその後にこうまた映画を見たりこうなんやかんやこうできるんですドラマ見たりとかねえバラエティー見たりできるんですけどもえ休日なんかでもあっという間ですわ気づいたら終わりほんでえ仕事もねこう仕事をさせていただいてお客さん来ていただいてやってる間もこうやってたらもうあっという間にもう夜になってるしほんで、えー 金曜日と火曜日は空手道場稽古にも行くしほんで土、えー、日月は時間があれば夜こう走るとでやっていくからですねそのどうやって時間を作ろうかなっていうのがねいつも自分の僕の中の課題ですよね。であまりいろんなことを詰め込みすぎるともう脳がパンクしてしまうんでえー、まあ夜 僕はもうある程度こうのんびりするえ副交感神経を優位に立たせるような状態をこう僕の場合作るんですけどもそうするとですねこう自分がこう生み出すものっていうものですねえそれはどこで時間を割けばいいかというと朝なんですね朝しかないということでこう朝えできれば5時半がベストなんですけども6時か5時半ぐらいに起きてえできれば30分から1時間ね えー、その創作というかね自分のこう、えー、想像する時間を作ってそれをこう形にしていく時間をね、えー、作りたいんですけどもですねなかなかねできないんで、まあ、1週間に1回2回ぐらいなんですね本当はねこう、えー、1週間にこう5日から6日ぐらいこれを作りたいとほで休みの日の朝はねこう例えばね6時とかに起きてこう。 自分のこうやりたいことをこう創作していくっていうことをこうしたかったんですけどもそれもねお酒飲んでこうしんどいんでねえどうしても寝てしまうとかそういうことがあってですねうんなかなかこうねどうしようかなというところですでコロナが収まってくるとですねこうちょっとお酒をこう居酒屋に飲みに行ったりとかこうしだしたらですねもっともっと時間なくなるんでですね えーまあ、コロナ明けてその居酒屋飲みに行ったり気楽にできんようになってきたなというよっぽどもやりきってよっしゃーっていう自分のご褒美っていうんやったら居酒屋行きますけどもあと誰かとこう飲みに行きたい人とこう約束して飲みに行くんであれば飲みに行きますけどそれ以外はもういらないですねもう家でね、えー、過ごした方がええかなというところですね。うん どううしよう週1回しか休みがないんでね今のところねえー、とても週92日はできないんでねえー、週1休みで行く、うん、よっぽどねこう僕木曜日が休みですけども水曜日がねお客さんがこう厳しい状態であればもう休める状態になるんでしょうけども、えー、それもねこう休んでもしゃあないんで、えー、その時間をこう自分のやりたいね こう体操教室であったりとかそういうものにこう講座をこう開設するようなことにこう使いたいえだからコロナが収まってくるとその収まる前にもう準備しとかなあかんのですけども自分の,そのねえ体操教室というものをねこう安価なねえ価格でこうえしっかりしたものをこう提供していくっていうことをしたいと思ってるんでですね うん、その準備もせなあかんそのためには自分の体づくりの訓練もせなあかんということでこういろいろね、えー、やっていかなあかんというところはこうあるんですけどもね、うん、なんか酔っ払ってベラベラ喋ってますけども、うん、ハイボール飲みますとにかくねやりたいことがぎょうさんあって、えー、それをこなすんですけどもなかなか時間がないと。 いうところですでどうしたらいいんかなっていうところですよね、まあ、朝は時間作るんですけどもどうしてもその睡眠が僕は第一やと思うんですねその日,日中のね活動パフォーマンスを上げる高めるのにはやっぱ睡眠をしっかりとることが大事やと思うんで、えー、睡眠第一にしてるとですねどうしても7時起きとかになってしまって今日は6時に起,起きれたんですけどだから晩ご飯をね こう基本的にこう抜くような状態をとると、えー、睡眠時間がまあ6時間ぐらいでもこう消化のねにエネルギー使うんでいい分で、ね、晩ご飯のね、えー、晩ご飯食べなければ晩ご飯の食べた消化に使うエネルギーを使わなくていいから、えー、睡眠時間が少なくて済むということでそれでこう栄養がねしっかりとれているんであれば えー、それでもいいかなとちょっと僕の中でちょっと考えてますね。無理してこう晩ご飯を本当に食べる必要があるのかどうかというところです。ただお腹減るんでやっぱ食べたいっていうのがあるんで食べてますけどもそれがなければもっとこう効率的にこう使えると。そうすると昼ご飯がものすごく大事になってくるということですね。うん、ちょっといろいろ考えてみます。うん、で 例えばね、こう水曜日、えー、休日前やからお酒を今飲んでますけどもね、顔ちょっと赤ななってますけど、これもね、えー、ほな、休日前から絶対飲もうとする必要もなくてですね、えー、もう飲まへんにたと飲まへんで、もうそこにこうなんか時間違うことに時間使っていくことでもいいかなと思ったりもこうしてるというところですね。うん まままあほんにに今日はぼやきになってますね、えー、完全なぼやきぼやいてるなっていうところですけど。で和和のねこれ和弘がうまいとにかく自分がこうやっていこうとしてってやりたいことのこう多さにねこう今まま例えばこう武道空手空手がやっと黒帯になったんでそこからこう進んでいくためにほんでそこからね武道をこう。 自分のこうのがあるんですよねでそのためにはね「ーキンはねその松岡先生にこうついていってこうやるんですけども例えば月曜日と月曜日でもいいんですけどもその夜にこう時間を作ってねこう一緒にこう武道を高めていくこう仲間をこう作ってですねでこう自分も訓練していってそこをこう試していってこうやっていくようなね、えー、そういう場所をこう作りたいけど。 でもね、それを完全にそこで武道で当ててしまうっていうことが、こう、できない状態ですよね、こう、うん、現状ね、うん。そこでそれを時間を取ってしまうということはなかなかできないんで、この辺が、こう、僕の中で難しいところですね。うん、で、あと、お金の問題ですね。お金の問題を、こう、なんとかしないといけない、えー。自分がこうやろうとしてることには、こう、お金は絶対に必要なんで、 えー、そこはしっかりと稼ぐっていうお金を稼ぐっていうとこからこう、えー、逃げてはいけないと自己満足でいろいろやっていって、えー、現状を満足することでこう自分に折り合いをつけるんではなくてですねやっぱり稼ぐことをこうしっかりとこう見据えてやっていかなきゃでそこをねこう僕の中であまりこうしっかりやってないんで、えー、それをやっていく必要があるなと。ほんで えー、スタッフさんとかを、ね、こう雇えるようになれば、しっかりとねそこ集客できるところのものをこうしっかりっ持っておかなければいけないんで、えー、その辺に対するこう知識であったりこう、試行錯誤であったり、いろんなこともこうやっていかなあかんというところでもあるんですね。うん、でそうやっていろいろ考えるとね、山盛りありますよね。その やらなあかんことねどうすすんんねねっていうう話ですねどうやってまあまあなるようにしかならんしせいぜいでも人生ね100年ぐらいなんでこう100年でできることをやる100年をこいっぱい生きてこうやるだけですんでねえそれだけではあるんですけどもうんまあね、うん まあ仲間を作ってねうん信頼できる仲間ねこれをこうしっかりと作っていってグッとこう上げていかなあかんですねうんまあ何しろ僕自身がものすごくこう頑張るしかない頑張るというかその努力して ああるるレベルををえていいかかかんとすすよねねそれをこうやるしかないです、ねうん、もう話はそれから、えー、僕は絶対にこう協力してもらおうとこう一緒に僕のそばにつけてやろうやってもらう人っていうのは一人いるんでその人間に対してはこうしっかりとしたお金を払ってこうやってもらいます。 でそのためには自分がこう高めていってもちろんそのしっかりとマネタイズできる状態にもなっていってやっていくほんでそいつを、まあ、従えてというかその協力してもらってやっていきながらですねでこう信頼できる仲間を増やしていくと。で例えばこう弁護士さんであったり税理士さんであったりとか。 えーまあ、もう住職さんもそうですね僕の中では必要な人ですけどもそのやこれからどんどんやっていく自分がやっこ,うこうやろうとしていることの中に必要なもんなんですけどもそういう中人で、まあ、司法書士さんとかもそうですけどもそういう自分のねこうマスターマインドグループじゃないですけどもそういうのでこう信頼できる人をこう作っていくっていうのはね、えー、あまりこ,うこだわってはいないですけど、ね、やっぱり独立した人を自分の仲間に こう引き入れそこがねこうやっぱりその何か動いていかなあかんのかもしれないんですけどもえーそこがねこうある程度自然になんかこう信頼できる関係のえ例えば弁護士さんができたりとかねえそういう流れができるんといいなと思ってます。そののためにも自分自分身のこう えー、自分自身をねこう高めていく相当こうある程度高いレベルまで持っていく必要はあるとそこまでいったらやっぱりそこへこう集まってくるそこのエネルギーに集まっ引き寄せられる人間もこう出てくると思うんでそこでこう信頼できるこう人間関係を作ってですね、えー、協力してもらう状態をこう作りたいなというふうに思っております。である程度こう最強チーム をこう作っていってていやっていいきたいとで自分のこうやりたいこうことをねこう成し遂げていくでそういう段階になってこう声をかけていく人間も何人かいるしこれからまたこういろいろと出会っていってそういう仲間をこう作っていかなあかんなとも思ってますね。うん とにかく自分の健康エネルギーをどんどん上げていってもう自分のできる活動できるこう量であったりそういうクオリティいろんなものをこう上げていくしかないんで、えー、そこはもうやるしかないですよねやるしかないしやっ,やっていくっていうことですねということでもう結構20分ぐらい経ってるんで えー、もうこのあとはこのダンチ「団地」という映画をね坂本淳二さんの、えー、世界にどっぷりはまりたいなというふうに思いますということで今週の、えー、ぼやっきはね、えー、もう自分で何喋ってるかようわからないですけども以上となりますありがとうございます。